です、あれからですね、食べきれませんでした。で、まあお店の人に言うと、まあね、あんだけの量ですからね、全部食べきれる人ってなかなか少ないと思うんですよね。僕自身大食いの人じゃないんでね。というわけでね、あの容器を30円で、いただいて持ち帰ってきました。こちらですね。もう結構これもうずっしりしてるんだけれど、ちょっとね、こちらですね。で、まあこのまま食べるもいいんですけれど、ちょっとね、もうせっかく持って帰ってきたんで、ちょっとズル技を使っちゃおうかなと。ここにですね、僕ね、オーブンとかはないんで、まあフライパンとかで温めてもいいんですけれど、もうまあ冷蔵庫で冷やしたやつを強制的に温めるっていうところで、ソースをちょっと準備しました。強烈なソースです、こちら。これを今からレンジでチンして、ここにかけて食べていきたいと思います。じゃあ準備をします。はい、ではソースを、特別ソースをかけたもの準備しました。こちら、それがこちら。もう反則ですよね。まあもう延長戦初めてやるな、こんな家なので。まあ、焼酎ハイボール合わせて食べていきましょう。本当ならね、ここに、まあ、白ご飯添えてカツカレー的に食べるんがほんまなんですけれど、僕はもう昼あの食べた分でも腹いっぱいで、本当は僕今日夜ご飯食べへんつもりだったんですよね。でも今日中に食べないと。というわけでいただいていきましょう。先ほど言ったようにコプラさんは、うん、デカ盛りで有名なお店で、あのやっぱり中にもね、まあ、チキンカツが一番ボリューム大きいみたいですね。チキンカツとハンバーグが結構プッシュしてはったみたいなんで、かなりの量があると思いますね。店員さんに言うたら、まあ、チキンカツやもんねっていうふうに言ってはったぐらいから、やっぱりボリューム中でも多いメニューなんでしょうね。ちょっともう歯医者の便であんまり喋っちゃダメですね。ちょっとそのままモクモクと食べてきますね。ナポリタンにカレーソース、あ、うまい。うまいじゃないか。このナポリタンとカレーうまいな。めっちゃでかいね。これ1枚でちょうど1、2枚で十分やと思うけど。ちょっと箸が滑るな、重すぎて持ち上がれへん。
ごめんなさい、ため息なんかついちゃって、もうかなり腹いっぱいですよ。そうそう、ランチでね、ランチなければこれでご飯一緒に食べたらちょうどいいでしょうね。というわけで最後チキンいただきますね。終わります。